まずはじめにかぼちゃは種を取ってラップにくるんでください。このまま器にのせず600ワットで5分ほど加熱していきます。加熱が終わったのでやけどに注意して皮を取っていきます。まずラップを外して皮をこのように剥いていきます。そして熱いうちに裏ごしていきます。裏ごし終わったら鍋に入れます。ここに三温糖、牛乳、そしてぬるま湯で戻したレーズンです。水気を切って加えていきます。かぼちゃが温まるまで火にかけてこのように混ぜていきます。少しとろっとするまで混ぜたら火を止めておきましょう。とろっとして粗熱が取れたら卵黄を加えます。ここが今日のポイントです。卵黄は熱いと煮えてしまいます。必ず65度以下にして加えるようにします。全体に混ぜたらここに蜂蜜、そしてレモン汁も加えていきます。そして全体をよく混ぜてください。全体によく混ざったらまた弱火にかけていきます。弱火にかけてふつふつとしてきたら火を止めます。続いてビスケットを砕きます。袋の中でも構いません。このように綿棒などを使って細かく砕いてください。ざっと砕いたらここに牛乳、そして溶かしバターを加えてよく混ぜます。全体がなじんだらお湯で溶いたインスタントコーヒーも加えて混ぜます。これを容器の中に入れて冷やしておきましょう。それではかぼちゃが冷めたら容器に入れたクッキーの上に流し込んでいきます。器に盛り付けたら上からココアパウダーを振っていきます。そして器に盛ってお召し上がりください。マスカルポーネの代わりにかぼちゃを使ったまろやかでコクのあるティラミスです。お子様のおやつにもおすすめですのでぜひお試しください。